8月日日火曜日朝6時の相場解説になります、まあ昨日までの急落がとりあえず止まったのかなっていうところがありますねえー、と材料によってドカンドカンと落ちてきてそれからテクニカル的に見てここが、まあ、まさにねブレイクして下落の一途をたどるわけですけども、まあ、落ちるナイフは捕まえるなっていうね格言があるように下落してる最中っていうのは手を出さないのが一番なんですよただ ちょっとだけ投資に慣れてきて、日々の利益が出るようになると、この下落に対してセルで合わせることってのもできるわけですよね。で、今回はちょっとレベルが上がった人ってのはこのセルで大きな利益を得たことになると思います。これは株式や先物世界ではなかなか考えにくいんですけども、FX ってのはいつでもセルに転じることができますからね。 だからずっと倍で利益を取ってきて楽だった反面その潮目が変わった時にまたねセルに入れ直せば同じですからでこのまあ気持ちのね転換ができるかなっていうところがまさに投資の3要素基礎用語テクニカル精神力精神力の世界ですだから精神力を磨き上げた人ってのはここでしっかりとね セルでポジションをどんどん取っていけたんじゃないかなと思いますね。で、昨日はその中でも下がりきって141円台になってこれ140円割るんじゃないかなってところまで来ました。私も今週中に140円割る展開は昨日考えてましたね。しかし昨日は急速に戻したところがあってこれだけの下引を出したわけですからもうこれは下落に対するブレーキがかかったというような判断を今日は一旦しようかと思いますね。それが冷やしを見てわかることです。 次、4時間軸です。4時間足になると、具体的にこの辺りのね、反転度合いが分かってきます。テクニカル的に判断すると、この移動平均線の下落から、随分とローソク足が乖離したもんだから、これが戻ってきて、今移動平均線に向かっているところだなっていうふうに見ることができます。で、これが、あの、下落から上昇への転換っていうふうな予兆は、何もテクニカル上見えませんから、あ転換することはないかなと。 ただ、大きく下に、それこそ140円を割るような流れっていうのは、今もうすでに見えてません。再開するかもしれませんけどね。しかし、もう今週は材料がありませんから。昨日23時に ISM があったでしょ ?ISM によって半目に回ったところで、下落の勢いっていのは今日ね、つかないと思います。 ここはチェックしないといけないでところですよ。今日さらに再び何らかの事象で下落が起きるのかどうかってことは見ていくところは必要ですけどもそれはどうやって判断するかっていうと昨日のこの大きな要線があるでしょ要線を割って下に回るようならこれは下落が継続再開するってことですその判断を今日していきましょうえさらに今日トレードで利益を出したい方1時間軸を見ますとりあえずはレンジがこのように展開されているというふうに考えてください えー、そうするとですね、上下の幅っていうのは大体 70pips から 80pips で測れることになります。で、ここを見ながらトレードをしていくってことになりますけども、すでに赤い移動平均線をぶち抜いてますんで、これが青に差し掛かった時に下に行くかどうかっていうところがね、今一つ考えないといけないところですよね。ただ基本的にはこの実体での上下のレンジ、これを基本にして今日は見ていけば、大きく失敗することはないと思います。 ここから上昇トレンドに起きるかどうかっていうのは確率は非常に低いです。上昇トレンドは起きないと思います。えただし、この上帝をブレイクして上に行って、さらに青い移動平均線を破って上に行った場合は上昇トレンドがまさかの再開ということに、ね、なるんではないかなと。買い戻して140円を上回る146円、147円の方に向かっていくという判断をする。まあ、そんなところも頭に残していきましょう。 ということなんでね、今朝6時ですけども、ここからすぐにエントリーするっていう判断にはなりませんが、午前中にはエントリーポイントが見つかっていくと思います。えそういったことをね、今回の動画でお話ししましたえ。それではちょっとおまけがありますので、そちらの方もご覧ください。それでは。以上でございます。今日はニュースを2つ横並びで貼っておきますね。えまずはちょっと前後するんですけども、ISM の発表。 つまり右側の方ですね。こちらの方を見ていただきたいと思います。えー、ISM の発表がありまして、えー、米7月 ISM の状況としてはドルーリが交代したよってことでございました。まあこれがね、えー、まず一つ目のニュースで、えー、欧米市場の為替相場動向、こちらの方に書いてますけども、まあいろいろとね、アナリストの、 こう分析なんですけども、まあ、はっきり言ってドル売りはここで止まったかなっていうところですよね。まあ、7月の数字なんで、今最近起きている大きな景気変動とはちょっとだいぶことを新たにするんですけどもね。ということで、左側の方を見ていきます。速報、米、日本の株式市場崩壊を受けて、FRB が金利に関する緊急会議を開催するということでございます。もしかしたら、緊急利下げが 迫るかもしれないよねっていうところに、まあ、変化していってるっていうことでございますね。じゃあこちらの方の記事をちょっと読んでみましょうか。記事になります。インフレ高進行のリスクに関するこれまでの懸念は事実を消え去り、中央銀行が20年以上ぶりの高水準にある金利を引き下げない限り、経済成長は停滞するという憶測に、急速にとって変わられた。うん。 トレーダーラは最近、現在ですね、1週間以内に0.25ポイントの緊急利下げが行われる確率を60%と見ていると。うん、これが2023年3月に銀行危機の懸念が高まって以来、債券市場が最大規模で上昇する原動力となっていると。上昇があまりにも大きく、政策に敏感な2年国債利回りは先週0.5%ポイント下落して3.9%下回った。 世界金融危機やドットコムバブル崩壊の余波以来 FRB の政策金利これをそれほど下回ったことはないとこうした動きは月曜日も続き10年国債利回り は3.7%に進行したより積極的な談話策への期待は他の地域にも広がり欧州中央銀行 ECB が FRB に追随してより大規模で大幅な利下げを実施するとの見方からドイツの利回りは7ヶ月ぶりの低水準に低下したということですねまあこういった観測があるよということでございますちょっと難しくて何を言ってるのか分かんないよねってことも あると思うんですけどもね。まあ、これがね、少しでも読み取れるようになっていければなって言ったことでございます。じゃあ、一体何を考えればいいのかなってことですけども、まあ、一言なんですよ。これは。アメリカの利下げ、ずっと後回しにしてる、後回しにしてるって言って、ずいぶん長いね、一年近く時間が過ぎましたけども、これ、利下げをね、もう前倒しでやるんじゃないかなっていうふうな観測が出てきたってことですよ。まあ、それによって、市場が反応してくるってことです。 え、もうちょっと具体的に言うと、今、円高がぐんぐん進んでね、140円終わって130円台に、139円台に入ろうとしてます。まあ、それを止めてですね、このあたりで、まあ、142円なり143円なりで、えー、落ち着くように、もしかしたら動きが出てくるかもしれないなっていうこと。まあ、そういう雰囲気で、すでに、ドル円の下落っての止まるっていうこともありますし、それから本格的にね、えー、前倒しの利下げをするとか、 口先介入じゃないけども、利下げについても選択肢を排除せずに考えていくって、もしね、そんな発言でもしようもんなら、ぐぐっとね、150円前後に値が戻っていくという、まあそういうふうなことも考えられますよってことですよね。この記事から私はそのように解釈しますけども、あとはこの記事から、それぞれトレーダーさん、投資家さん、 我々ですよね。我々一人がどのように考えていくかってことになります。まあそれが投資家としてのファンダメンタルズを読み解く技量になってきます。